ファイナル初戦、まあ、残念ながら、まあ、大敗で負ける結果になってしまいました、これも初回のまあスリーラン、ツーアウトまでポンポンと取って、ツーストライク取ってからの、山田のやっぱりフォアボールが警戒しすぎたのかなというイメージもあす村上はまあ村上に粘られながら、これはまあ最終的には、コーン負けしたようなフォアボールでしょうがないかなと、やっぱオスナーのとこの、やっぱりツーボールからの、やっぱツーシームはどうだったのかなと。 まあこれはもう結果論なんで何とも言えない。ただ甘いのはもう甘かったと思う。あそこまで一刀振りで、あのー、運ばれるってことはまあ僕の見る限りでは外の2球を1球もこう素振るそぶりをなく見逃してたのがちょっと気になって見てて、イン水に構えた時点でちょっとと思ったけどやっぱりカウントを悪くしてる手前。 甘くななったかなと、まあそこでスリーボールにはできないので甘いのをオツナーが失敗なく一振りでホームランを打たれたっていうのがちょっとまあ痛かった、まあ、僕は山田の,ホームランあのフォアボールが今の山田のスイングを見る限りは外の落ちるボールを空振りしてるのを見てたらフォアボール出すような結果になれなくてもよかったのかなっていうイメージで見せたんでまあそれがちょっとツーアウトから。 フォアボールを出したのが結果的にこうスリーランにつながったのかなというふうに見えた初回でした。2回も1点取られたんだけどもここもノーアウトでな,なおかにヒットのバントでつながれてツ、まあ、アウトまで行ったんだけども山崎にもうすごく、まあ、うまく打たれたというかツアウトサードでもう本当にヒット狙いのようなバッティングで4点目を取られたのがちょっと痛かったかなと。まあ、そんな感じに見えてやっぱり今の この横浜の試合とこの初戦のやっぱこの3点はやっぱり今の阪神の打線にはちょっと重かったのかなという感じで見せたらあんなそういうふうになってしまったんですけどもヒットは結果的に阪神の方が打ってるんだけどもやっぱりタイムリーがまあ出なかったと。んでまあ今日はやっぱり羽根口のとこと中野のサードの村上の守備が助けたかなと。中野のダブルプレーこれはもう まあすごいで原口のサード戦も抜けてたらノーアウト、二、三塁になるのを取られて、まあ、ワ,ワンアウト、ファーストっていう形で点数取れなくなった、まあ、そういう,こう守りで、今日は村上がすごい、あのー、チームに貢献したかなというふうに見えた試合になってきて、まあ、マルテもノーアウトでセカンドいったけど、サードまで誰も送れなかったとか、そういうゲームになっていってるので、結果、的には7対1で、これはしょうがないかなと。 カジアのホームランもいつも言う外国人に対しての初球をまっすぐスッと入っていったまっすぐなのかカットなのかそれをもうバックスケールに打たれるっていうまあこれはどうなのかせっかく1点取ってもう初球にホームランっていうのはもう。 守ってる方もがっくりだし、せっかく1点取って、おーってどこの初球にホームランっていうのはちょっと情けないかなと、こう安易に、今日は結構ね、凡打になってるけど、結構外野までこういい感じで飛ばしてたんで、ライトフライ2つね、まあ、それがちょっと甘くなったのをしっかり振られてしまった。西の時の真ん中もファウルにしたけども、これもちょっと危ないボールがたまたまファウルになったんだけども、そういう,こういい感じでスイングしてたのがもうサンタナー。 の,そのホームランにつながってるかなとバースコアがやっぱり初球に打たれるのはちょっといただけないな、それも1点取ってすぐなんで、まあ、この2点でもう、日は勝負あったかなという感じに、見えたんじゃなくて、もう勝負決まったかなという、あ小川にしてもこう、う今日は本当によくなかったと思う、ボール全部高かったし、まあ、そういう面でも粘りながら、まあ、6回途中まで、7回途中までね、投げれたっていうのは、もう小川の記録がつきかなと。 本当に今日はね、ボール高かったし、フ、まあ、ワーボールは1個しか出してないけど、まあ、ベルト、膝から下に行くボールってすごい少なかった、まあ、それでもそれをまあ打てなかったっていうのはちょっと残念だったし、まあ、結果、7対1で負けたんですけども、やっぱり佐藤のスイングの気になるところ、まあ、大山1本出てたんですけども、9回であの高めのボールを初球に打つのも。 どうなのかなっていうのもちょっと気になるけどね、もっと粘って塁に出るっていうのもあってもよかったかなと、まあ、きはそんな、結果的には大敗で負けた試合なんで、あんまり今日は1、2番がこう、あ1番と3番がねこう、久しぶりに出た島田がもう、日本打って、タイムル打って頑張ってるけど、1番と3番がちょっと活躍、機能しなかったとっいうのもちょっと残念だったかな、まあ、そんなゲームでありました。 それはもう、まあ、ある程度、まあ、阪神のエーとしてずっとやってきたピッチャーであるし、ホームランの場合は誰が打つか分からないから、一振りなんで、まあ、調子いい悪いとは判断できないんだよね。ただ、そのファーボールを2つ出してるっていうところに、どうなのかなと、まあ、1、2番見る限りは、塩、まあ、見が初球打ってボンダ、まあ次も三振、で、ファーボール、ファーボール。どうなるとまあ こう丁寧に投げすぎてフォアボール出してのかなってイメージで見てると、そんなに悪いというのはベンチは最初は思ってなかったと、立ち上げ的にはね。うん、その辺なのかなと思うんだけども、これでまたすぐ変えても、今日は長いイニング投げれるピッチャー、ブルペンに入ってなかったんで、どうしてもこう引っ張らないといけない、まあ、横浜でみんなあれだけ頑張ってきたんで、今日のベンチの入ってるピッチャー見ると、先発、 4位は全部外れてるような形なので、やっぱり西にもう1インニングでも長く投げてほしかったんじゃなかったのかなっていうふうな起用かなっていうふうに思った。まあ、結果的には3人で抑えて帰えられたんだけども、その辺はやっぱりこう今、ベンチいる中継ぎ陣のメンバー見ると、長いイニング、ね、投げれるのがまあカジュアくらいかなっていうふうにしか思えないので、それだけ早く変えられるとあの3、3連戦と違うんで。 まだまだ先に長いんで、今から全部使うわけにいかない。で、まあ、岩佐とか浜地はもう連投してるっていうのもあるんで、ここはちょっと西に頑張ってほしいなっていう続投だと。まあ、ケラーの場合はそれ以上点数取られないでっていうのもあったと思うね。それを勢いを止めるっていうんで、まあ、これはそれでいいかな。なんだってんだ でまあ、5点だったから、まあ、カジアももうちょっと頑張らないといけなかったけど、まあ、カジアもまあシーズンの成績を見れば、まあ、勝ちゲームでも投げてるような、まあ、いいピッチングもできたんで、ソフトバンクからずっと見てるけど、まあ、こういうピッチャーっていうのもあるよね、まあ、力でいけっていうコースを狙って投げるっていうんじゃなくて、 行けっていうタイプなんで、その辺はこういう痛い目も合うこともあり得るかな。まあ、これ、あとはもうベンチ見ても八人しか入ってなかったんで、ここはまあ、しょ、右、右でしょうがないかな。どんな風にも何もないよね。もうガむしゃらにやるしかない。もういいことか、言ってても、まあ、下負けたら大手だから、もう。もう阪神はガむしゃらで、もう、なん、何でも向かっていくしかないし。 まあ、藤波ももういけるとこまでめっぱいくっていうピッチングに徹して投げてほしいし、あとはやっぱり打つ方もちゃんと、今日の佐藤の最後の三振なんか、どっちのボール打っていいのって言ったら、ボール来てました、空振りしましたっていう迷い、まあ、も出てるバッティングしてるんで、まあ、どうなのかなっていうのもあるよね。だから明日は今日の評論家も言ったマルテを最初から使うんじゃないかなというふうな気もしないでもないんだけど。 まあ今の打線ではやっぱり、使わざるを得なないのかなと思うけど、ね、まあ、ツーベースの時も最初、真剣に走ってないで、まあ、ボールが跳ねたから、セカンドまで走ったけど、まあ、走れれば走れそうな。 スピードはあったけどね、まあ、サードもあってからもスピードはあったしだからスタートが遅れたのもあるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、いいボールも返ってきたんだけどももっと最初から走ってればがつくけどやっぱりスタートするまで走りだしたら多分いいけど最初の勢いが出ないかなっていうところもあるのかなっていう感じもするでもやっぱりまあ走れなくても打てれば最初はいいと思うでもうリードしたら守備固めでう違う選手を使ってもいいのかなと思うんだけど。 でもヤクルトの今日の感じではね、初戦にしたらみんな、こうまあまあ、あ、いいバッティングしてるんで、うん、やっぱり藤浪の,の勢いのあるボールで、びしゃっとね抑えてほしいなと思うんだけど。<music> まあ、ヤクルトの場合は、まあ、村上と山田がヒット、まあ、シ塩見打ってないだけで、あとは結構ね、やっぱり日みたいに長打。 を警戒しながらやっぱりせあのピッチングしないといけないかなまあ今日は村上は打ってないけど、山田は今の感じで山田はまあそんなに気にすることないと思う、ただ昨日も始まる前に打ったけど、村上、ね、をの前に出さないと、結局こう、今、オスナが調子いいんで、それをフォアボール出して今日みたいなランナー溜めていかんっていうのが一番こう悪いパターンかな、その後ろにいる中でも今日は2本ヒット打ってるんで、ね、バックホイーバックしてるんで。 まあただ塩見とかが結構アウトになってるけどいい感じで振ってるんでアウトにはなってるけどまあ全般的に今でいうと山田くらいでみんなそれなりのこうスイング的にはできるっていうところを気をつけなきゃいけないかな阪神の方はやっぱりまあ今日はホームランで5点取られたけどやっぱりこう打つ方だよな何回も言うけどもうちょっとこう割り切ってスイングしたりしていかないとなかなかこういい結果出ないと思う。 もう三振してもいいから、もうぶんぶん振るとかね、まあ、今、佐藤なんか、めちゃめちゃ悩んでるけど、チェンジアップを空振りしたら、次まっすぐ来てファール、あの中村のいいようにリードされてるもんね、もうまっすぐファールしたら次フォーク、もうフォークいかねえと思ったら、外のまっすぐで空振り、行ったのは今日はインサイドで2球だけだからね、あの1打席目と、これで本人がもう勝手にじゃないけども、悩んでスイングさせてもらえてない。 まあ大山は今日1本出たからどうかなだから今で言ったらやっぱり原,原口とかの前にランナー出す今日は一番は活動しなかったやっぱり中野とか塁に、まあ、でもねヒットは出なかったけどいい当たりしてるんでスイングもいいしやっぱり12番3番で塁に出てかきますっていう野球をまた矢野監督のねそういう足を使った野球をできればまあいい戦いくのかなっていう感じには思えるけど。 まあ明日はサイスニードまあクイックとか見たことないけども輪に出たら結構いい食できるかなと思うんだけど。